Thank you.
Thank you.
指定席グリーン車をご利用のお客様、ただいま空いているお座席ありますが、指定席グリーン車途中駅からのご予約の席も多くございます。次の大宮駅、また高崎、越後湯沢からのご予約の席がございます。チケットの座席の番号をお気をつけください。ただいま空いている指定席、グリーン席ございますが、途中駅のご予約の座席もございます。お気をつけください。
Thank you.
1分に発車いたします。上越新幹線 MAX 時321号、新潟行きです。発車時刻となりました。お乗り換えは済み次第すぐドアを閉めます。自由席は9号車から12号車とよりの4両です。越後湯沢を出ますと浦佐、長岡、燕三条、終点新潟の順に止まります。閉まるドアにお気をつけください。14時25分、燕三条14時35分、終点新潟には14時48分の到着です。続
きまして車内のご案内です。列車はオール2階建て立ち入り用編成です。先頭が16号車一番後ろの車が9号車です。トイレ洗面所は電気にございます。客室出入り口付近案内表示のある方がお近くです。走行中列車は揺れることがございます。階段では手すりにお伝わりください。窓奥に置かれましたお飲み物、お食事は列車の揺れで倒れてしまうことがございます。お座席に備え付けのテーブルをご使用いただくか手でしっかりとお持ちください。引き続き新型コロナウイルス感染症国内防止対策にご理解をいただきますようお願いいたします。今日も車内駅構内では正しいマスクの着用と対応は控えめにしていただきますようお願いいたします。飛沫感染防止の観点から座席を向かい合わせにしてのご利用や会話をしながらの飲食はお読みください。車掌室は13号車にございます。業務のため不在の場合もありますのでご了承ください。この列車では引き続き大変多くのお客様からご予約を頂戴しております。指定席ではご予約いただきましたお座席の番号、お座席の数、よくお確かめください。特に2階席は大変人気のお席となっております。一度ご予約いただいておりますお座席の数、お座席の番号をよくお確かめください。小さなお子様連れのお客様でご予約以上のお席に座られますと追加料金を頂戴いたします。また自由席もこの先多くのお客様にご利用いただきます。混雑してまいりましたらお荷物の整理など譲り合ってご使用いただきますようお願いいたします。
お待たせいたしました。お出口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。新越線下り新潟行きは5番線から14時37分です。上り直越行きは4番線から14時44分です。上越線越後湯沢行きは3番線から14時38分です。荷物棚の上やお座席の周り、車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。長岡に到着です。お出口は左側です。
終点の新潟です。終点新潟駅から羽越線の特急いだほ7号秋田行きをご利用のお客様にお知らせです。新潟駅14時57分発羽越線特急いだほ7号秋田行きをご利用のお客様、この列車は新潟駅に到着いたしますと両側のドアが開きます。はじめに進行右側11番線、続いて左側乗り換えホームの順です。稲穂号へお乗り換えのお客様は新潟駅到着後左側乗り換えホームをご利用いただくとお近くです。こちらのご案内は新潟駅到着前にも再度放送にていたします。ご安心ください。続きましてお客様にただいまご乗車いただいておりますオール2階建て E4 系新幹線についてご紹介いたします。MAXの愛称で親しまれたこの新幹線は1997年の運転開始以来20年以上の長きにわたり大変多くのお客様にご利用いただきましたが、10月1日をもちまして定期運行を終了いたします。 E4 系新幹線を2つつなげた16両編成の乗車定員は世界最大の1634人と、まさに MAX という名にふさわしい車両でした。現在日本で唯一のオール2階建て新幹線は大量輸送からスピードアップへと時代が変わったことで新型車両に出番を譲ることとなりました。しかし1階席、2階席からの景色は他の新幹線にはない MAX ならではの眺めでした。引退となります10月1日まで変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。また本日この列車では我々新潟新幹線ぐいゆくよりご乗車いただきましたお客様に感謝の気持ちを込めて2号車、5号車、8号車のそれぞれ東京寄りのデッキにポスターを掲出させていただいております。本日この列車では我々新潟新幹線ぐいゆくよりお客様に感謝の気持ちを込めましたポスターを制作いたしまして2号車、5号車、8号車のそれぞれ東京寄りのデッキに提出させていただいております。よろしければお降りの際にご覧いただければ幸いです。新潟駅到着は14時48分です。お手洗いはデッキにございます。9号車、11号車など奇数の車をご利用のお客様は前寄りへ、10号車、12号車など偶数の車をご利用のお客様後寄りへお進みいただくとお近くです。
ありがとうございました。まもなく終点の新潟です。新潟駅では両側のドアが開きます。はじめに進行右側11番線、続いて進行左側乗り換えホームの順です。お乗り換えのご案内をいたします。羽越線の特急稲穂7号秋田行きは5番線から14時57分です。こちらの特急稲穂7号秋田行きへお乗り換えのお客様、新潟駅到着後は進行左側乗り換えホームをご利用いただくとお近くです。お乗り換えのご案内を続けます。白新線豊坂行きは3番線から15時4分です。新越線長岡行きは1階のホーム9番線から15時8分です。越後線内野行きは4番線から14時58分です。荷物棚の上やお座席の周り、車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。今日も JR 東日本上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。終点の新潟に到着です。